サントリーより作り分けセレクション2024リミテッドエディションというシリーズが販売されたという情報が入ってきました。今回のコンセプトは作り分けとのことです。作り分けセレクションとは、多彩な作り方を通して職人技を追求した山崎蒸留所と白州蒸留所の限界を押し広げるシングルマルト4種とのことです。作り分けとは、サントリーウイスキーのチーフブレンダーが代々受け継いできた多様なウイスキー製造技術を独創的に探求したものであり、ブレンダーはウイスキー製造プロセスの各ステップを調整し、驚くほど新しい味わいを生み出す原材料の選択、ピートレベル、発酵、蒸留、熟成の技術を巧みにバランスをとり、シングルモルト、そして日本のウイスキーの表現の可能性を最大限に引き出すとのことです。それでは今回発売された4本を見ていってみましょう。1本目、山崎ゴールデンプロミス。山崎ゴールデンプロミスはゴールデンプロミス大麦から作られた原種のウイスキーとのことです。1960年代にスコットランドで初めて栽培されたこちらの品種は、その風味と麦芽の特性で高く評価されています。アメリカンオークダルでの熟成と組み合わせることで、山崎ベースのニュアンスがモルティでリッチな特徴、甘くフルーティーで柑橘系の香りによって強調されているとのことです。次にボトルの詳細を見ていってみましょう。種類と容量はいつもの山崎と同様にシングルモルトの 700ml のようですね。しかしこちらのボトルはアルコール度数が 48% のようです。いつもの山崎は 43% が多いため珍しいですね。価格は$450となっています。最近の相場で日本円で換算するとだいたい7万円くらいのようですね。やはり山崎の限定特別ボトルは非常に高価ですね。色合いはバーリーゴールドとのことですが、あまり聞き慣れない色ですね。香りは甘い麦芽の香りとバニラ粉、そして蜂蜜の甘い香りが感じられるようですね。味はオレンジマーマレードとカスタードのようですね。とても美味しそうですね。要因は柑橘の甘いフルーティーさが長く続くようですね。ラベルも今回は色がついていますね。和紙のような模様に黄色みがかったデザインが非常にかっこいいですね。これはゴールデンプロミスの大麦の稲穂を表しているのかもしれないですね。今回もとても素敵なボトルが完成したようですね。2本目、山崎アイラッキーテッドモルト。アイラッキーとはスコッチウイスキーの最も特徴的な風味の一つで、その独特のスモーキーさは世界中で高く評価されている。山崎アイラッキーテッドモルトは山崎ウイスキーの特徴である独特の水と熟成プロセスから生まれるスモーキーな風味と特徴的な甘みをバランスよく兼ね備えている。この伝統の融合は穏やかなスモーキーさとビスケットの香りが混ざり合う香りに特に現れているとのことです。シングルモルトの 700ml でアルコール度数はこちらも 48% のようです。価格も同じで$450となっており、約7万円のようですね。以前にスモーキーバッジというボトルもありましたが、今回は明確にアイラと記載されているため、アイラ島のキットや大麦などが使われているのかもしれないですね。色合いは明るいゴールドとのことです。確かに少し色が薄くて明るめですね。香りはほんのりスモーキーさを感じてビスケットの香りが感じられるみたいですね。味は黒砂糖のような滑らかさの甘みにビターオレンジの柑橘感が続くようですね。
余韻は温かみを感じるゆっくりとした甘いスモーキーさが続くみたいですね。ピンク色のラベルが非常に斬新ですね。ピンク色の山崎は今まで見たことがなかったので、これはかなり貴重な一本ですね。赤系の色味を使うことでピートを炊いた時の火を表しているのかもしれないですね。こちらも非常に素敵なボトルですね。3本目、山崎水なら18年。長年の実験を経てブレンダーは水なら樽の秘訣を発見。長い熟成期間により、山崎ウイスキーには紛れもないスパイシーさ、白檀やアロエの香りが加わる。その結果、山崎水なら18年はフルーツ、スパイス、木の香りが五感を刺激する、心地よく複雑でリッチでエレガントなウイスキーに仕上がっていくとのことです。こちらのボトルもシングルモルトの 48% で 700ml のようですね。しかし価格はさらに高くなり 1500US ドルとなります。これは現在の相場だと23万円くらいしてしまいます。こちらに関してはかなり高価なボトルですね。やはり水ならや18年熟成という部分が高価になる理由かもしれないですね。色合いは赤みがかった琥珀色とのことですね。確かに他のボトルと比べると若干赤みを感じますね。香りはダークチェリーと熟した桃などの果実の香りと、シナモンやナツメグなどのスパイス感も感じられるとのことです。味はほのかなスパイスにお香のような風味が漂うとのことですね。要因はクローブやサンダルウッドのような歴代の山崎の余韻が引き継がれていますね。ラベルは金色の紙吹雪が舞っているような豪華なラベルですね。水ならと18という文字が輝いており、とても高級感を感じますね。4本目、白州ピーテッドモルト18年。白州ピーテッドモルト18年は原料、技術、テロワールの融合の芸術を体現している。ピーテッドモルトの使用に関する長い歴史を通じて、サントリーハウスのブレンダーは白州の気候を利用してピーテッドモルトの力強いスモーキーな特徴から複雑な風味の層を引き出してきた。白州の並外れた純粋な水によって促進された長い熟成により、綺麗なスモーキーな波が現れ、ハーブのようなミネラルの香りと熟したリンゴのほのかな香りが深まるとのことです。こちらのボトルもシングルモルトの 48% で 700ml のようですね。価格に関しては山崎水なら18年よりも若干安くなり 1200US ドルとなります。これは現在の相場だと約18万円くらいとなっています。白州を代表とするピーテッドモルトであり、さらにその熟成年数が18年ということからも高額になってしまうのは仕方がないのかもしれないですね。色合いは光沢のあるゴールドとのことですが、歴代の白州と同様に綺麗な金色をしていますね。香りはハーブのセージのような心地よい香りがするようですね。さらに熟した青リンゴや熟したパイナップルの香りがほのかに感じられるとのことです。味はハーブやグレープフルーツの味わいがするようです。今回もフレッシュで爽やかな味わいのようですね。アカシア蜂蜜とのことで、蜂蜜感の強い甘さが広がるようです。要因はフレッシュなグリーンシトラスの香りからクリーンなスモーキーさを感じられるようですね。ラベルに関しましては銀色の紙吹雪が舞っているような豪華なラベルですね。山崎水なら18年とは対照となるデザインですね。今回も非常に興味深いボトルがたくさんリリースされましたね。こちらのボトルは2024年6月1日より販売が開始されています。販売される場所に関しましては、すでに価格が
ドルになっていることからもわかる通り、海外でのみ販売となります。価格が非常に高いため、発見しても購入を躊躇してしまうような金額ですね。山崎水なら18年と各種キーテッドモルト18年は去年も販売されていましたが、去年のボトルとはラベルが異なりますね。今回のボトルはラベルにも2024年と表示されているため、もしかしたら毎年販売されるのかもしれないですね。今回の4本のボトルの中で、皆さんはどのボトルが一番飲んでみたいですか？私は山崎アイラキーテッドモルトがすごく気になりました。皆さんが飲んでみたいと感じるボトルもぜひコメント欄でお聞かせください。また今回の動画が役に立ったと感じていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。次回もまた見ていただけますと幸いです。